どうか引いてほしい。それがきっとあなたたちのためでもある。参りましょう。竜闘士だ。相手に不足があるとは思う。ここは許してほしい。よし、直ちに守備配置につけ。来たる戦闘に備えるのだ。笑顔で参りましょう。私が追い返せればよかったが、やはりこうなってしまったのか。敵将討ち取りましたわ。無能な者どもに手を焼かされはしたが、諸葛亮のおらぬ諸軍など他愛もない。貴様が劉備の息子か。義弟自らここまで来られるとはさぞ大変だっただろう。諸葛亮が一言ねぎらいたいと。どうか引いてやってほしい。何、諸葛亮だと。病ではなかったのか。我らは決して葬儀に下りません。決戦を望まれるのであれば受けて立ちましょう。その時はどうか背後にご用心。では戦場でお会いいたしましょう。背後、諸葛亮め、もしや奴も後に手間をしよう。我らは今全軍で諸を攻めています。後に背後をつかれては防ぐ術はござらぬ。これも生徒に到達するのが遅れたせいか。申し訳ございません陛下。忠達よ、お前の責任ではない。全員がお前の命令を忠実に実行すれば今頃諸は滅んでいただろう。うちに憂いを抱えるのは職だけではない。私もお前も手を焼くな。はっ。まあいい、職を滅ぼすことはできなかったが孫悟の真意を知ることはできた。全軍出立の準備だ。急ぎ都に戻るぞ。